この、まあ、プロの世界で大谷選手二刀流をこう続けているっていうこともまあ素晴らしいと思うんですけれども、二刀流をこれからこう続けていくことっていうのに関しては、正田石井さんはどう今お考えでいらっしゃいますか？僕は賛成です。おお。それこそこれからの球界にとってはもう夢と希望でしかないですよね。この二刀流は。今どっち、昔でこそ、そのエースで4番っていうのが当たり前で、そのプロに入ってからもそう、ピッチャーで行くのか野手で行くのかって、ピッチャー辞めて打者転向っていう時代だったんですけど、今はどっちかって言ったらもう、なんていうのかな、もう分業制というか、もうピッチャーはもう投げるだけっていう選手がすごく増えてるんですそうでよ。すね。高校大学と。だから確かにね。だからなかなかこういう二刀流っていうのは出てきづらい、ちょっと時代になってるところで、この大谷選手の二刀流っていうのはもう希望でしかないですよね。でも一つ補足するとね、もしかしたらナショナルリーグも DH 採用する可能性があるんですよ。近い将来ね。それをもしナショナルリーグが DS 制をやるとしたら、おそらく日本のセ・リーグも追従する可能性が高いんですよね、DH に。そうなると、日本の最高のリーグ、セ・パが DH を採用すると、アマチュアにもそれが行って、下手したら東京六大学とか甲子園とか、小中高、全部が DH を使う可能性があるんですよね。そうすると、この二刀流って絶滅危惧種になるんですよ。出にくくなってきますね。いや、もう出なくなるでしょうね。まあそういうところも含めて、希少価値があるなというふうに思いますし、でも、ただあれ、体は相当きついはずだよ。そうですよね。そのピッそうチでャーをすやっね。た経験がある石井さんだからこそ、なんかそれを感じることっていうのもありそうですよね。まあピッそうチでャーすも。ね。もう僕からしたらもう羨ましくてしょうがないです。まあ、僕そうですよ。今の時代だったらもうやってみたいですもん。今、その DH って話してましたけど、大谷選手の場合は DH じゃないですか、バッターで。これをバッターの時やっぱり守って、なおかつ、打席に立つ、マウンドでピッチャーとして投げるって言ったら、もっと素晴らしいと思いますね。でもちょっきとつい、ハーきドルつい上でげすすけぎじゃど、ない？まあきついですけど、僕だったらそこをやりたいです。大谷選手の上を行きたいです。すごいな、内さ野すを守が。りながらマウンドに上がる。まあもちろんおそらく先発する、なんていうか、技術はないんですけど、もう敗戦処理とかでも、そういうので構わないので、守ってるところからない、それこそ高校野球になってしまうと思うんですけど、でもこう、プロに入ってくるピッチャーの方って、ピッチャー4番っていう方、すごく多いですもんね。まあそうです。さっき言いましたけどね。でもね、やっぱ練習しなくなっちゃうんで、ピッチャーの練習って大変なんですよ。毎日走って走ってね、ピッチング練習して、その走り終わって、ちょっとゴロ取ったりして、ピッチング練習したらもう練習時間終わっちゃってるんです。もうほぼほぼ陸上部ですもんね。あと練は習時間終わるだ陸け上走っ競て技場行ってトラックずっと、お前ら400メートルの選手かっていうぐらい走ってますもんね。そう。だって俺50歳の時だって300メーター6本、なんか200メーター8本とかそんな走ってたよ。やっぱすごい走るんですね。いやいや、だから、ただもう普通になってたけどね。いや、ほんとね、ピッチャーって走るんで、だから大谷選手も日本で二刀流やってる時は結局本体はピッチャーの方なのよ。ピッチャーと一緒にアップなんかして、でピッチャーの練習してキャッチボールして、で、ピッチャーゴロ取ったりなんかして、最後にバッティングして上がるとかね。そういうようなことをやってたんで、やっぱピッチャーにどうしても比重が練習のあれはいっちゃうのかなっていうのはあるかな、でも二そ刀の流中は。であのバッティング成績っていうのは、まあ大谷選手だからこそすごいですね。ピッチャーの練習って大事ですからね。よく走る。でもね、大谷選手もいつか二刀流やめなきゃいけない時来るんですよ。来ますかね、やっぱり。だって体がきつくなってきたり、年取ってきたら、どっちかに絞んなきゃいけないでしょ。いそうですか。やー、マサさんを抜いてほしいいな。や、50までで二刀、いや、二二刀刀流流で。で50ですか。それこそキングカズを目指してほしいいな。やいや、まあ、カズさんもすごいけど、いや、50まで二刀流やってたら、やばいですよ。でも代打ぐらいではできんじゃないですか。まあ、で4打きん席で立したなょ。くても。まあ、そうだけども、例えば、じゃあ、ピッチャーできると2桁勝てないでしょ。まあ、マスさんの術をこう、ね、学んで、技巧派に転向すると。まあ、このタイプはなかなか技巧派にはなれないと思うんですけど。正直、大谷君より僕の方が技術は全然高い。ほ
それは当たり前ですよ、それ。それはもう殿堂入りですよ、殿堂入り。僕に彼のボールがあったら、メジャー行っても多分20は勝つな。はあ。って強気なこと言ってみるけど。いやいや、でも本当にそうじゃないですかね。うん、いや、だから大谷君はピッチャーの方が伸びしろがあると思ってます。あ、そうなんですか。うん、バッターの方が、だって40何本と9勝だよ。はい。はい、単純に名球会だと2000本と200勝でしょ。はい。うん、両方やってほしいですね。でもさ、はい、石さん、これ大谷君が中途半端に両方とも1800本と180勝とかだったらどうする？あ、でもいや、それでも名球会入るでしょ。いや、だからなんか特例作んなきゃなんないじゃないですか。いや、もう十分。いや、もうって言える先輩。先輩の前で言える。いや、それはもう200勝した先輩の前では言えないですよ。あ、じゃあ、はい、僕にはいいんだけど、もっと上の人。はい。言えないですね。言えないでしょ、うん、まあまあまあそうなると思うけどね、うん、あの石井さん、なんかこれからこうコーチとして、はい、じゃあもう二刀流に育てたいなとか、そういう選手っていないんですか？この選手だったら二刀流いけそうなのになとか。いや、どうですかね。まあいればいいですけど、まあ、それこそ僕今年から DeNA ですけど、うん、DeNA で昨年、までピッチャーって勝俣選手っていうのが投手が、まあ、この秋から、まあ、育成の選手にはなってしまったんですけど、はい、今シーズンから野手に転向して、うん、バッターの方でっていうところなんですけど、はい、僕はそれこそ、ピッチャーも一緒にやらせればいいのにとは思ってます。あ、まあ、これは僕何の権限もないので、はい、だ結構そのピッチャーやりながら逆に打者目線でいろいろ考えられ投げれたりだとか、で打つときにもピッチャー目線でバッターボックスに立てたりだとか、うん、僕はプラスになることしかないと思うんですよ、うん、はい、だからもうある程度そんなにしゃかりきにピッチャーって投げなくてもバッターって抑えられるんだなっていう、おそらくそこが究極だと思うんですけど、はい、マサさんなんかそれをある程度もう習得してたから、うん、あれだけ の勝ち星っていうか長く現役を続けられたと思ってるんですよ。これぐらいでいいですか、マスター。一生懸命掘ってたよ。掘ってたけど、でもその力加減はあるよね。遊び心って大事ですよね。うん、だから僕って、ね、若いピッチャーによくね、9割で放りなさいって言ってた。9割ですか。9割、うん、8割で打たれちゃうんだよ。9割が大事なの。9割、はい、9割ってとこコツを覚えたら、体力も持つし、うん、この9割が大事なの。で、まあ、もうピンチになったら10割で放るしかないの。そうですね。でも9割当たるねって言いますもんね。そう、この9割で試合を流す、流していく、流れてるところは9割でいくって大事です。それはトータルですか。モーションからリリースまでを9割。うん、リリースするときが9割。だいたい緊張してるんで試合のときって、うん。結局全力で放ってるとやっぱ 110% とか出力出てるんだよね。うん、でもマサさんの投げ方とか見てると、足上げるところまでは 100% だけど、リリースの時って 60% ぐらいになってる。それは球が遅いからそうに言ってるだけでしょ。そんなことないの。俺も全力で放ってんの、あれでも。だけど、この9割って覚えたら強いですよ。山田さん、はい、ツボ。いや、もう、石井さん、すごいボケるというか。60% ひどいね。いや、それバッターからしたら嫌ですよ。打ちづらいですよ。だからその辺を教えてあげて。それも打ちにくいわけですもんね。いや、打ちづらいです。うん、はい、ね、こんなくだらない話っていうから、もう延長14回まで、15回回っちゃったよ。そうですね。いやいや、もう再試合ですよ、これ。本当あれですよ、1000人以上の方がずっと増え続けて見てくださってるんですよ、本当。いやいや、別に僕らはいいんだよ。僕はもう今日東京泊まりなんで。はい、あ、よかったです。はい、でもちょっとコメント今見ると、勝俣選手を育ててくださいとか、今日はまさしく野球を語らないとですねっていう、そのすごいいいコメントね、たくさんねくださってますので、僕は喋らないとですよ。ボソなんでよ、袴田さんがハマるね、石井さんのこの細かいなんかこうボソッというのが面白くて、ね、うん、でもマサさんも二刀流ですよねってコメントも来てます。ラジコンと野球の二刀流ですね。クワガタもいるんで三刀流ですよ。三刀流でしたか、はい、その辺の大谷君ぐらいと一緒にしてもらっちゃ困りますか、はい、もう5ツールぐらいありますよね。5ツール以上か。僕は、はい、そうですね、ラジコンはでも本当にね、はい、世界中で僕より上手い著名人はいないとは思ってます。
すみません、今すごい失礼、多趣味とかでもうラジコンの方ももうほぼプロですよね。そっちの電動入りってないんですか。はい、ラジコンの方の電動入りってないんですか。電動だったら入ってんじゃないもう。ねえ。おわ。ラジコン界にすごい興味してる。だからそれこそ作ったらいいじゃないですか、マスさんが。そういうのをラジコン電動、ね、はい。じゃあ NPO 法人を作って、はい、の寄付を募って、それもうマスさんがだからレース場を作って、うん、それでいろいろやってるんでしょ、マスさん、あの山本杯とか、はい、ラジコンの。やってるよ。うん、はい。だからそれで、まあまあ、いいよ、はい、そんなのいいんだけど。そういう電動入りも作ってったらいいじゃん。いや、まあ、いいんだけど、あなたなんでそんな脱線させるの、まだ3ページぐらいあるんだよ。いや、もう。はい、じゃあ、ちょっと戻しましょうか。はい、はい、今の脱線はね、本当に俺ら本当ダメだね。